皆さんどうも、平泉秀です。今回は新キャラの情報来たんで見ていこうかなと思います。新フェスゲンだね。でこれ明日のゴッドフェスでもう実装されるみたい。火の大魔女で性能的には普通に強いんじゃないかなと思う。なんだけど火の大魔女、水の大魔女、ゼラリーチェに比べるとねちょっとインパクトに欠けるね。いやゼラリーチェ最初見た時マジのぶっ壊れだなと思ったんだよ。なんでその2体に比べるとねちょっと控えめなのかなと思う。スキルが1ターンの間にコンボ加算、敵の行動を2ターン遅らせる。普通に強いんだけどね。で覚醒がバインド、スキブ、レッツで、これあれだね、スキブ2つ分、スキルブーストプラスっていうのかな。なんで実質スキブ4つで、スキブ4つ普通にでかいと思う。ただ気になるのがこれカラットのエンハンスの対象外なんだよね、スキルブーストプラス。そこ修正入んないよね。すぐ入るかなと思ったんで、そこだけ修正入ってほしいなっていう感じがある。でリーダースキルが4コンボ以上攻撃3倍、ドロップ操作3秒延長、ドロップを6個以上つなげて消すと軽減攻撃5倍。うん、列のコンボみたいな。だからちょっとね使いづらい感はあると思う。なんだけど15倍の軽減、片方15倍の軽減で3秒延長だから若干使いづらい気持ちもあるかもしれないけど、普通に強いんじゃないかな。多分これで裏闘技場も勝てると思う。多分当てたらこっち、これ進化後もあるんだけど進化前で裏闘技場行ってみようかなと思う。うん、普通に強いと思う。で進化後はスキルが一緒で覚醒がね変わってんだよね。2ウェイになって無効貫通2つ、無効貫通2つ持ちは2体目かな。鳴神優とこのマドゥの2体しか今パズドラでいないと思う。でリーダースキルが火属性の攻撃4倍、回復2倍、ドロップ3秒延長、ドロップを5個以上つなげて消すと軽減3倍。さっきねドロップ6個だったんだけどドロップ5個になった。でこれ最初見た時ドロップ5個以上つなげて消すとだからこの覚醒スキルの4つ消しと相性悪いなと思ったんだけど、これ別に違う色でもいいんだよね。例えば回復追撃組んでその火の4つとか、水組んで火の4つとか、木の5個組んで火の4つとかで、これ何色でもいいみたい。お邪魔でも爆弾でもいいらしいんだよ。なんでパーティーに例えば光属性がいない場合でも多分光の5個消して火の4つとかでも全然いいと思う。で進化後は若干この進化前に比べて使いやすいだろうね。とりあえず5個消して4つ消しで、で使いやすい分多分倍率がねさっきより低いんだろうね。軽減の12倍の144倍、さっきは軽減の15倍の分かんないです。だからこっちは使いやすいみたいな、そんな感じ。回復も倍率かかってるしね。はい、なんで当てたら多分この進化前使って裏闘技場行こうかなっていうのがあるんだけど当たるかな。はい、で明日のゴッドフェスのラインナップこんな感じだね。でリーチェいないんだね。ゼラは対象なのになんでリーチェは対象外なんだろう。そこがよくわかんないけど確か前回 0.5% かな、そんな感じだった気がする。リーチェ実装された時なんで多分 0.5% なんじゃないかなと思う。当てたら動画にします。当てなかったらできません。はい、終わります。バイバイ。